勘武氏は朝鮮の段訓神話に登場する神、勘院の諸子であり、勘訓の父である。添付の産物、三国維持によると、天帝勘院の諸子で人間を広め増やそうとして、勘院から添付院を授かり、三千人を率いて今の妙高山にあもった。そのところを、神氏といい勘武氏を勘武氏天皇と言った。風伯、雨氏、雲氏が進化として使え、 穀物、命、病気、刑罰、善悪など、人間の360余りのことを司り、世を治めた。熊と虎が人間になりたいと訴え、人間になることに成功した熊女との間に、ダンクンを生んだ、という、典型的な北方系の王権起源神話であり、元来はコ栗リを経由して入ってきた夫、あまり系の神話だったと考えられている。 日本の天孫降臨神話とも同類型である。虎と熊は、いわゆるバナナ型神話であるが、インドヨーロッパ五族の神話の三機能体系が見られ、大林多良は、神武氏が第一機能、熊と虎が第二機能、熊が第三機能を表しているとした。また、天賦院も高栗神話や日本神話等と共通する三つのレガリアであるが、 これも、スキタイ神話やケルト神話における三機能を象徴する、王位の放棄と同様である。韓国の歴史学者である、リヒサシカオルは、ダンクン神話は創作する過程において、日本神話を借用しており、一面では対決した点と、共に多面では模倣した点が見られると指摘している。金を思うによると、カンタケ氏は、古い発音では、夫よの建国神話に登場する、天人。 解剖僧と同盟で同一の太陽神だったと考えられ、また解剖僧の子にカイオットローがいることと、カンタケ氏の子のダンクンの子にオットローが見えることも、両者を同人と見る説につながるとされる。ありがとうございます。